2023年夏に、エレグーから FDM 方式 3D プリンターの新製品である、ネプチューン4シリーズが発売されました。64bit CPU マザーボードと、クリッパーファームウェアを搭載していて、最大毎秒 500mm のスピードで出力することができるのが特徴です。これまでの FDM 方式の 3D プリンターと比べると、格段に速く、ものづくりを高速化することができます。このシリーズの中のネプチューン4プラスを導入してみました。箱を開けます。中身を出します。開封が終わったところです。ガントリーにヘッドアセンブリを取り付けます。ベースユニットにガントリーを乗せます。ガントリーをベースユニットにネジ止めします。左右2箇所ずつネジ穴があります。ベースユニット右側面にスクリーンサポートブロックをネジ止めします。ベースユニット前面にスクリーンを接続します。ベースユニット右側面に Wi-Fi のアンテナを接続します。ガントリー上部にスプールホルダーを取り付けます。フィラメント検知センサーを取り付けます。ヘッドアセンブリにベースユニットからのケーブルを接続します。ケーブルクランプでガントリーにケーブルを固定します。左右1本ずつの支柱をベースユニットとガントリーにネジ止めします。ガントリー背面にファンをネジ止めします。モーターやセンサーのケーブルを接続します。ネプチューン4プラスのレベリングはセミオート方式です。スクリーンのレベルボタンをタップします。ビルドテーブルの中央にヘッドが移動します。ビルドテーブルとヘッドの間にコピー用紙を挟み、紙を動かすときに抵抗が感じられる程度になるまでヘッドを下げます。補助レベリングのボタンをタップします。1のボタンをタップしてテーブルの左手前のコーナーにヘッドを移動します。ビルドテーブルとヘッドの間にコピー用紙を挟みます。ビルドテーブルの下にあるネジを回してヘッドの高さを調節します。同様の手順で2から6の箇所でもヘッドの高さを調節します。補助レベリングが終わったら、戻るボタンをタップします。
ビルドテーブルとヘッドが加熱された後、縦 11×横11 の121箇所でオートレベリングが行われます。オートレベリングが終わったら、確認ボタンをクリックします。最後にもう一度、ビルドテーブルの中央で、ヘッドの高さを調節します。調節し終わったら、保存ボタンをタップして、レベル調整の結果を保存します。ネプチューン4プラスには、ネットワーク接続機能があります。セッティングをタップします。WLANをタップします。アクセスポイントの一覧が表示されます。接続したいアクセスポイントをタップします。パスワードを入力します。アクセスポイントに接続すると、IP アドレスが表示されます。ウェブブラウザでその IP アドレスに接続すると、ネプチューン4プラスの動作状況を確認することができます。付属の USB メモリに 3D ベンチをわずか18分で出力するデータが入っています。今まで使っていた 3D プリンターと比べて圧倒的に速いです。この出力を試してみました。早送りのように見えますが、実際にこの速度で動作しています。残念ながら、あともう少しのところで、ビルドテーブルから外れてしまいました。さすがに出力は荒いですが、速度を考えると無理もないと思います。ちなみに、速度を約半分にし、積層ピッチも狭くして、約1時間で出力したものは、こちらのようになりました。出力がだいぶ改善されたことが、お分かりいただけると思います。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。